おはようございます。フィアワールドカップドイツ大会やっていきましょう。よろしくお願いします。なんだけど、前回勝てば突破だったんですけど、ウズベキスタンにアウェーで負け、こっちでいいや、アウェーで負けてしまったんで混戦になってしまいました。申し訳ない。なんで今日クウェートにと天王山勝っても突破決まんないんですよね、多分。あ、クウェートに勝って、あ、決まんないか。ウズベキスタン、バーレーンが、決まんないね。決まんない。今日まで決まんないんで、とりあえず、多分決まんないと思うんで、まあ、勝つしかないですね、今日は。アウェイですね、また。あ、クウェート合うなんだ。うん。か、絶対落ちないよ、この視線は。スタメンどうしようかな。前節は、ウズベキスタン何もできなかったな。そうだな。あ、そうだ。高原さん、現役引退、お疲れ様でした。沖縄でね、現役しましたけども、次引退ということで、考察レジェンでは引退ということで、高原さん使おうか、今日。高原さん、どこさんで行くか、また。まあ、これいいでしょう。行くか。すみません。クエイトがファブワールドカップファイナルに出場したのは、1982年のスペイン大会だけです。2敗1引き分けでグループリーグを進みました。ファイナル？決勝ではないのか。ワールドカップ本戦ってことか。なるほど。出たことあるんだ、クエイト。すごいな。日本よりずっと前じゃん。おー、中東って感じの、スタジアムするな。あ、でもフィンスタンドに大きな日の丸が。やっぱ今年の日本でフィンスかっこいいな、大神さん。本日の試合放送席にはサッカー解説者清水秀彦さんをお招きして、実況は私ドイツ吉がお送りいたします。お願いします。さあ、いよいよ決戦の日が訪れました。ここで勝ち点3を加えることができればワールドカップ出場が決定します。それ以外の場合、引き分けでもここで予選敗退が決定してしまう大事な一戦です。ここで夢を諦めないためにも、是が非でも勝ってワールドカップ出場を決めてほしいと思います。そうなんだ。さあ、清水さん、いよいよ来ましたね。選手はプレッシャーかかってるでしょうね。バーレーンとウズベキスタンが引き分けだったとかしたのかな。行くか。久しぶりだから操作は焦ってるけど。おー、国旗が全然アジア関係ない国旗があるんだけどケニアとかない。だってい、や、勝ちたいね。操作法十字キーなんだよね、操作が。確かパッドじゃなくて。白の日本は行きます。キックオフ。いよいよ試合の時間です。アルムトは、はい、アルムタイリ奪われます。あ、ダメだ。繋いでこうよ、今日は。チクチク。アルシャマリ、うまいパス。奪えねえな。ジャラグ、やばい。あ、出てきた。あぶねえ。あ、ナイス処理しましたね。ナイス、かぐちさん。おお、えい、これはキーパー。はい、中田。いや、しっかり見ています。何、大丈夫、出してもいいよ。やってないか。中村、そっちじゃない、そっちじゃない。俊介さん、いや、やばい。 OK、 キックアウト。サントスさん、アードか。ディフェンスを抜いた。中入って、クロス、コーナー。
コーナーキックです。チャンスチャンス、このセットプレー生かしていきたい。中津さん、はっ、いいんじゃない。シュート、あ、惜しい。コントロールできていませんでした。ちょっと持ちすぎてしまったのでディフェンスがコースを消してしまいましたね。まあいい、シュートだろう。それでは仕方ありませんよ。ハーチシュートだね。いいよ。こ、あー、そっちじゃない。ザイード、いや、いない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 。アルハマド、コンパクトなパス、ない。はいはい、中澤、はい、いやー、取んない。素晴らしいパスカット、アルハマド、やばいやばい、押したい。サイドがなければ完全にフリーでした。押したいね。パスカット、いやー、取んね。いいボールだ。あっさりとディフェンスを抜きます。ディフェンスは難しいんだよな、このゲーム。やばい、あとはキーパーのみ。ナイスナイス、川口さん。キーパーからのロングスローが来ます。これはいいパス。やばいやばいって。ハマド、ナイス。何 PK？ はぁ、そして主審は、もう一度レッド。これは悪質なファールと取られたようです。一発レッドが出ます。さあ行きます。いやいや、待って待って待って、無理。いや、やげてるな。うわー、見事なキック、しっかりと PK を決めてきました。何キーやらしてんだよ、決してないのに。川口さん止めたのに PK はやつしちゃったな。たくさんが PK やると分からなかった。立つ、まだまだ大丈夫、まだ大丈夫です。先制点、相手時間時代は1対0。ちょっと中断してんの。ボールを取った。さあ前を向いてプレーしたい。宮本、は、綺麗にボールを奪った。押せないよ。うまいパスだ。こ、ここはシュート、しゃー、入んない、通んないな。アルナマシ、なんか追い返したかったけど。中村、よく止めた。よしよし、こ、押せないよ。シュート、うまくさばきました。いや、うか、キーパーからボールが送られます。アルムタイリ、ボール、いや、危ない。アルムトは、やばい、これはチャンスです。ディフェンスに当たります。はい、チャンス、長いパスを通してきた。ちょ、ちょ、ちょ、オッケー、そっちじゃない。さあここから押し上げて、そっちじゃないよ。アルエンジ、中盤でボールを回していきます。ボールはなんとか味方へつながります。はい、もうマジで？うぜー、アドバンテージをキープして、なんか踊ってる。を追いたいところでしょうね。見事に得点に結びつけました。むずいディフェンス。やばい、今日も来てやばいよ、いよいよ。マジかー。追加点が決まり、スコアは2対0となりました。なんで突っ込んじゃうの。ここは抜けるか。
ボールをダッシュ。ここから組み立てていきたい。やべ、何抜かせんのそうやって。はい、小野さん、いや高橋さんにゴール見てほしいな。中田来た。さあ、あとはシュート。よーし、行ってみました。行ってみました。誰、大久保さん。ナイス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 。こういうことはありませんよ。ネルフトネって。パーフェクトです、ね。うまい。いやー決めてくれました。いやーよし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 。マジ1点マジ1点。マジ1点。よし大久保。こっからじゃ、こっからじゃ。よし。ジャージ1点返したらでかいよ。奪える奪える。ジュマ、アルハマド。いやーダメっすね。あれでした。やべ、フリー来たー。あー、使いました。これはキーパーいいセーブを見せます。ボールを一気に戻す。ジュマ、よしよしよく先を読んでいました。こ、ね、あとったね。いやぶか。カットしてきます。うまい、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 うまい。うまいないか。オグオグ。ファーストハーフを2対1。まだ大丈夫、まだ大丈夫。あと時間じゃない。清水さん、振り返ってみて。いや、1点返してでかいよ。ちょっと、あの会場には正直驚きましたね。うん、驚いた。ただ、もう、くすがりませんから、後半から立て直してほしいですね。指定少ないのに1点落ちてでかいよ。コールも聞こえてきました。後半45分の戦いが始まります。何突っ込んじゃうの。アルムトワ、いいボールが出ました。アルムタイリ、やばいやばい、危ねえ。ハンター、はぁ、ナイス。さあここから素早く攻撃に移りたい。ゴーゴーゴー、タラさん、ゴーゴーゴー。ファウル、何か。タックルは大きく外れです。アルエンジ、持って持ってけ。アルムタイリ、ジュマ、アルハマド、アルハマド、ケンダーが取った。はい、中田、おっしゃるな。これ先進の旗が上がっている。今のは微妙でしたね。微妙じゃないよ、めっちゃおっしゃるだよ。ジュマ、気落ちきたいな、早めに。アルムタイ、ナイス。これはしっかりボールにいっています。大久保、大久保、ここで攻めに人数をかけていきます。ああ、こんな、ボールはラインの外で、ゴールキック、ゴールキックか。アルシャマリ、いや打ちきたい。ザイード、さあこの奪ったボールをどうするか。アルシャマリ、よし、手休んだ。この位置から攻めに転じます。抜き去ります。いいよ、キラーパスになった。シュート、よーっしゃー、大久保さんが、大久保さん、大久保さん2点目。おー、すごい、なんかもいるね。素晴らしいシュートでした。いや、素晴らしい点ということになりました。よし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 、互角の点を決めていいでしょう。はい、2点通しのパス、ナイス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 。初トーク行こうよ、大久保さん、初トーク出そうよ。いやー、いいね、ギリギリ。オッケー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 。大久保さん、ご覧の通り面白い試合になってまいりました。スコアは2対2、同点。失点しないとこも、正面の失点するとこ。前線へのパスがうまく通った。大丈夫、胸で落とす。大丈夫、やばい、危ねー。シュートは外れていきます。危ない、いシュートでしたね。おい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 、
い。中村、ボールを取り返した。やばい。川口さん、川口さん、川口さん、ナイス。川口。キーパーはこれでチームを救いましたね。いや、今日川口さん、ドクさん頑張って。いいよ。中田、アルシャマリ、ジュマ。アルハマド、いや奪いたいね、高いラインで高い位置奪いたい。アルハマド、やばい、これは大きなチャンス。ピキ気をつけて、いいじゃん、狙います、ナイス。キーパーいいポジション、簡単に止めました。やべ、危ない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 。クニシ、いやー、飛んだい、抜くことができるのか。待って待って、押すぞ、やべい、ポジションノー、オッケー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 、はい、はジャラグ、ちょっと後半この時間苦しいね。アルナマシ、ナイス、ボールを取った。さあ前を向いてプレーしたい。いや、見た、意思の疎通がしっかりなされていますね。ザイード、うわー、大きなチャンスだ。大丈夫だよ、大丈夫、ノーハンド、ハンドはない。素晴らしいロングフィード、こっ、そっちじゃない。アルナマシ、これはチャンス、よしよし、はい、オフサイドか、あー、合わせるね。いや、残り10分ちょっとか。これ失点は期待。サイド開かれた。クロスが来るぞ。大丈夫、やばい、危ない。シュート、ヘディングシュート、枠の外。ちょっと選手交代したいね。選手交代大事よ。トゥージューさんが手伝いしちゃったかな。で、どうしよう。稲本さん入れるか。稲本さんを、フィニッシュに変えるか。で、中田浩二さんも変えるか。中田浩二さんを、中田さん。で、大久保さんと川さん残しておきたいな。遠藤さんを、早くするか。これ OK。よし。行きましょう。中村、カード。このカード、カード。言い訳できないでしょう。カード、カードもありそうです。ないの、カード。いや、大久保さんと川さんに決めてほしいな。確かに。藤沢？あれですか。さらにカードを切ってきます。プレート交代しないね。お、やばい。大丈夫だ。やばい。大丈夫ない。タックルです。ナイス。こ、ディフェンダーが来ました。ボールを前線に送る。いい位置でボールを受ける。さあ最後のディフェンダーだ。やべ。ナイス。自陣深くできっちり落とす。ナイス。は、そっちじゃない。アルナマシ。時間ないよ。
素晴らしいロングパス。ロスタイムは2分との表示。2分短い。アルムトは抜きます。ボールを取り返します。しっかりカットです。主審の笛で試合終了。シーソーゲームとなりましたが、シースイムダウンとに、いやどうなる、どうなる、あれだけボールを試合に手倒れついたのでかいよ。勝ちたかったな。でも本日は清水秀彦さんとともにこのゲームをお伝えいたしました。勝ちたかったな、勝ちたかったな、めっちゃ勝ちたかった。どうなる、ウズベキスタンとバーレーンどうなった。次最終節で次ネット1回見せ、ありがとうございます。セーブしよう。いやー PK いらんかったな。サイドダウン、メンドリーマッチ、メンドリーマッチあんの。で、つうか、じゃあ。クロアチア、アンゴラ、コスタリカ。本戦が近いから、前回は一番良かった、良かった。ランクが近かった、良かった。チンジアだっけだったんだけど、アンゴラ結構高いな。コスタリカ、クロアチア。どうしようかな。悩むな。悩むな。クロアチアかコスタリカ大体な。そのコスタリカにするか、コスタリカ。オッケー、コスタリカ、アウェイなんだ。タイムトゥ、タイムトゥ、ウェブでも見ようぜ。あー、ウズベキスタンが勝ってますね。勝ったのか、勝って、引き分けたな。引き分けてるな。となると、次日本はバーレーンに、勝利でトップだね。勝利で自力トップなんで、うん。まだ、クウェート、日本、ウズベキスタンにチャンスなんでね。バーレーンに勝って突破、決めましょう。その前にコスタリカ戦やります。いやーわー。はい、というわけで、得点金は得点金見たい。得点金見たいけど。トゥイヨさん捨ててしたからな。大久保さんゴールか。よし、というわけで今回はこの辺でやっていきます。ご視聴ありがとうございました。OK はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちします。 X でインスタグラムの方お願いしましたけど、いや申し訳ないです、クレートに2点選出だったのは。でも大久保さんに字を見せたんでね、日本のエース大久保さんが活躍すると信じて終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。それで申し訳ない。バイバイ、またねー。